皆さん、今日の夜ご飯はお決まりでしょうか。よじとくプレゼンターのコーナーです。鶏肉が食べたくなっちゃうお話をしていただきましょう、はい、宮崎組合チキンフーズ生産管理課の永吉義人さんです。よろしくお願いします。お願いします。組合チキンフーズといえばもうチキン、鶏肉ですよね、うん、ちなみに永吉さんのお好きな鶏肉料理は何ですか。自分も鶏肉だったら何でも好きなんですけど、やっぱり一番好きなのはもう王道のチキン南蛮ですね。チキン南蛮もいいですよね。今日はどんなメニューをご紹介いただけるんでしょうか。今からでもできちゃう今日の夜におすすめのメニューは何でしょうか。はい、今日のおすすめメニューは暑い夏にぴったりのトマトとナスの鶏麻婆です。いいですね。いかがでしょうか。こちらですね、あのレシピも紹介いただけるということなんですよね。はい、そうなんです。今が旬の、夏の、うん、夏野菜と旨味たっぷりの、鶏ももの、ひき肉を使った、絶品メニューです、はい、ということで、材料はこちらです。ちょっとグラム数とか本数はちょっと省略させていただきます、はい。鶏もも肉のひき肉、ナス、トマト、長ネギ、ニンニク、調味料が豆板醤、酒、味噌、醤油、砂糖、片栗粉、胡椒、サラダ油、ごま油となっています。はい、お家にあるものだったり夏らしさも感じる、また想像しただけでご飯もお酒も進んじゃいそうですね、そうですね、はい、続いてじゃあ作り方の方を、小玉さん、すみません、よろしくお願いします。もちろんです、お任せくださいこちらの VTR ご覧いただきたいと思います。作り方も簡単で、まずはじめにナスのヘタを取って乱切りにします。そしてトマトもヘタを取ってくし切りにしておいてください。続いてフライパンにサラダ油を熱してナス全体に焼き色をつけて一度取り出します。さあ、そして取り出したフライパンではニンニク炒めてください。焦がさないように。そして香りが立ったら鶏ひき肉も加えます。もうこれで香りでいけちゃうんじゃないでしょうか。一杯乾杯という感じで、ここで色が変わったら豆板醤を加えて炒め合います。そして先ほど炒めておいたナスを戻し、調味料を入れて3分ほど炒めにしてください。あ、香りが立ちますね。いいですね。それでは2杯目みたいな感じ。そしてトマトも長ネギも加えてごま油を回しかけたら完成ということです。はい、トマトとナスの鶏麻婆、スタジオにもご用意していますので、よかったら召し上がってください。メニュー名聞いた時からロックさん食べようとしてました。もう食べようとしてた、はい、目の前にあるんだもん。目撃しました。あ、どうですか。美味しい。伝わる。ほんのピリ辛がまたね、いいですよね。後から来る。ね、いいですね。なんかこう調味料を含めて辛さの調整もね、永吉さんしてもらったらこれいいですよね。ね。あ、ちょっと待って。あ、永吉さん。あ、すみません。永吉さん、ちょっとギリギリ映ってなかったですけど、今完全に食べてましたよね。お二人がちょっと食べてるの見てたら我慢ができなくて。いつも食べてる鶏肉料理ですけど、お味はじゃあいかがですか。いや、もう美味しすぎて、はい、もう帰ってたら晩酌確定です。もう少し待っていただいて、永吉さん食べてていただいて大丈夫ですので、私から鶏肉の嬉しいこともお伝えしておきます、うん、とっても栄養のある鶏肉ですけれども、目の機能や皮膚、粘膜の健康を保つために欠かせないビタミン A、 脂質をエネルギーに変えるビタミン B2、 さらに赤血球を作る鉄など豊富に含まれています。このバテやすい夏にぜひ食べたいですよね。そしてこの美味しい鶏肉を日々組合チキンフーズの皆さんが製造してくださっているということで、お口の中大丈夫ですか。もうなくなりました。よかったです感謝ですね、はい、皆さんに、はい。私たち宮崎組合チキンフーズでは、宮崎県産の新鮮な鶏肉を皆さんの食卓にお届けするために、最先端の機械と熟練のスタッフによって1日およそ14万羽の、鶏肉製造を行っています。1日14万羽ってすごい数ですよね。数だけ聞いたらちょっと想像できないぐらいの数だと思うんですけど本当ですよね。現在ですね、およそ830名のスタッフが、安心安全そして安定した品質の鶏肉を提供するために、
厳重なチェック体制で管理をしています。さまざまな検査を経て処理された鶏肉は鮮度を損なわないように速やかに製造・パッキングを行い、異物混入検査などの最終チェックを受けて一つ一つ丁寧に箱詰めをして出荷しています。そうやって一つ一つ丁寧に処理してくださったものが私たちに安心安全に届いているというわけなんですよね。あのですね、淵上さんが食べるのが早い、おかわりもう食べ終わってますけど、こんなに箸が進んじゃう鶏肉ですが、淵上さん以外にも世界の皆さんにも届いてるんですよね、永井さん。はい、そうなんです。香港やベトナムを中心とした海外の輸出にも力を入れており、今後も事業を拡大していく予定になっています。はい、皆さん世界にこの宮崎の美味しい鶏肉が届いているということなんです。今回ご紹介した麻婆を含めて、ホームページではいろんなレシピも公開しています。こちら全農チキンフーズレシピで検索してみてください。今日は美味しいメニューをご紹介いただきました。永吉さん、皆さんの夜ご飯はこれで決まりです。これですよということで、組合チキンフーズの永吉さんにお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。おかわり後でください。以上、吉田子プレゼンターのコーナーでした。